メリークリスマス。今日はこのクリスマス一色のラグナシアにうどんじたちと一緒に素敵なプレゼントを届けにやってきたんだ。そして僕ガトーも今日はサンタさんのお手伝いをしているんだ。おお、そうだね、ルドル。この町に早くプレゼントを届けなくっちゃ。みんな、今から早速このラグナッシアに素敵なプレゼントを届けるよ。そう、あの大きなクリスマスツリーに素敵な光のプレゼントをね、みんな。イエーイ。誰もがときめくまばゆい光を、あのクリスマスツリーへ光のプレゼント。みんな、まずはこっちのツリーのみんなに光を届けるよ。ルドルフたちはこっち、エルたちはあっち、みんなよろしくね。
こんにちは。クリスマスシーズンの楽町は楽しいですか？よかった。それではゆなちゃん、ちょっと後ろを見てください。今からあの大きなクリスマスツリーに光のプレゼントを届けたいのですが、ゆなちゃん、お手伝いしてくれますか？ありがとう。みんな、ゆなちゃんが私たちのお手伝いをしてくれるわよ。イエーイ。では、ゆなちゃん、ちょっとこちらに行ってください。ゆなちゃん、この水晶を見てください。これはね、光の水晶といって、ゆなちゃんが持っている光のパワーを引き出してくれる、とっても不思議な水晶なの。使い方はとっても簡単。ゆなちゃんの両手をこの水晶の上に置いて、そう、そしてこうお祈りしてください。この大きなクリスマスツリーに光が灯りますようにって。するとね、この水晶がゆなちゃんの持っている光のパワーを引き出して、この大きな大きなクリスマスツリーにキラキラ輝く光のプレゼントを届けてくれるの。ゆなちゃん、分かってくれましたか？よし、それじゃあみんな、早速ゆなちゃんの力を借りて、この大きなクリスマスツリーに光のプレゼントを届けるわよ。みんな、準備はいい？OK！それでは、ゆのちゃんも準備は OK ね。それでは、今から私と一緒に、この大きなクリスマスツリーに光が灯りますようにとお祈りしてみましょう。いきますよ、3、はい。無事光のプレゼントを届けることができてよかったよね。そしてこれでこの街もさらに心温まるクリスマスになるはずね、ルドルフ。そうだね。まだまだ僕たちを待っているお友達が世界中にいっぱいいるはず。そしてそのお友達みんなに心温まる夢いっぱいのクリスマスを届けに行かなくちゃ。それじゃあみんな、次の街に向けて出発するよ。イエーイ。